ごきげんよう、0時続きからやってまいります。お金をあらかじめ増やしておこうと思って、どれだっけ、コメット草っていうのを盗賊アジトの前に生えてるんですけど、これを売ったり買ったり、お店で繰り返してるとお金が増えていくっていう情報を手に入れたので試してたんだけど、もうすでに修正された後でした。だから相変わらずこのサイコロ振るギャンブルで2000ドルほどまで増やしました。ちょっと見ていかはないい。か？で、ブーメラ神ンのが神？かなり強いので、これをちょっとあらかじめたくさん買っておこうと思います。そして武器の強化もしたいんだけど、その前にアーマーのアップグレードをして、もっと耐性をつけておきます。で、AR、アサルトライフル用のアップグレードパーツがあるんだけど、このアサルトライフル自体が弱いから、それよりもショットガンがいいかなって。だからショットガン用のリロード、ショットガンエクステンダー。これはマガジンが増えるのかな？それともリロードが速くなるだけなのかな？わからないですけど、これを買っておきます。そして、他には、そう、レシピ、設計図が売ってるんですけど、ファットボーイと同じ威力を持つ弾が作れるやつと、あと、ショットガンをグレネードランチャーとして使える、ポップロケット。これ弾薬なのかな？あと、セントリーロボット。ウィングスティックが作れる。セントリーターレット。自動で狙ってくれるやつだよね。アドレナリンブースト、60秒間最大ライフを追加させる。これ微妙だけど、買っとこう。このレシピを収集するのも実績解除に関係するから。で、他は材料が売ってますね。必要になったら買いましょう。ぜひまたのお越しを。どれくらいのその材料を必要とするのかな？アドレナリンブースト。包帯がいるんだ。包帯と、ナイトブロッサム。はあ、なんかいろいろ必要なものが多いな。で、セントリータレット。セントリーロボット。これ作って置いとくだけで、前やったバッシュ TV だっけな。あれが簡単にクリアできるんじゃないかなって思いました。よし。では、メインクエストをやっていきたいなって思いますが、今受けてるのは北西にある監視塔に向かえってやつと、北東にあるクレーターに向かえ。ここに向かうので、まず乗り物をちょっと強化しておこいや、マシンのことなう。ロらケッ当トを然つけがおと任きせたいだ。よね。はい。何かいるかい？マシン用物資。なぜかロケット32個持ってる。車につけてたっけ？あ、つけてないや。ロケットランチャー。これつけとこう。あ、カプリノにつけた方が良かったかもしれない。ただ、カプリノにはロケットはなさそうだぞ。スピードを速くするのはレースで有利になる以外にあまり意味がなさそうなので、まずはこれくらい走るにとしきとは気をこう。抜くなよ。はい。ホーミングロケットをつけました。で、掲示板をちょっと見てこようかな。掲示板はどこだっけ？サブクエを積極的にやらないと消えてしまうらしいから。ミュータントの脅威。給水ラインがミュータントに破壊されている。修理作業員を護衛する任務らしい。解消受けとだ。こう。ミッションエリアに移動しますか？あ、すぐにやる感じなのか。ちょっと待って、もう一個は盗品。ウエステッド族に酒を盗まれた。ウエステッドって、あれか。車の部品取りに行ったところか。これ受けとこう。これは、なんか多分あっさりしてるから、
最悪カットしてしまうかもしれない。でミュータントこれやっちゃおうか。消えてしまう可能性があるからね。 OK。 SR オートローダーが手に入ったためスナイパーライフルがセミオート方式になりました。なんか強くなって強くしてくれた。 OK。 この街の中なのかな、外かな。どういうスナイパーを使うって書いてあったけど、スナイパーってコントローラーでやるとめちゃくちゃ難しいんですよね。なぜかバイオショックインフィニットはその当てやすくなってたけど、わ、ちょっと待ってよ。あらかじめ感度の調整をしておこうかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,OK 遅くしてみた。どうだろう、すでに声がしてるけん。あー、難しいんだってスナイパー。あ、でも感度変えたからなんかもっと遅くてもいいかもしれない。あ、逃げられちゃった。で誰を守ればいいんだ。これは人間だ。君たちを守ればいいのか。ちょっともっと遅くしてみよう。あんまり遅いとレスポンス1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 これこの設定ちょっと数値で表示してほしいんですけど、見づらいから。振り向きが遅くなってしまうからな。あ、もう来た。 OK。 ちょっと待って、早い、来るの早すぎない。倒せるかな。 OK。 HP 右上に出てる、あれが減ったらきっとゲームオーバーなんだ。さあどっから来る。こっちか。当てられない、やばい、もうついてる。先にこっちをやろう。リロードが遅いよ。スナイパー強化すればよかったね。当てられない、倒せる。 OK。 弾足りるかな。228発あるから早く気づくのが大事だ。左下の人間の向きをちょっと逐一、こっちかな。どっちから来る？よし。もっと連射しよう。倒した？次こっちだ。置き砂。パッド FPS の基本、置き砂で。あらかじめ来る場所を予測しておいて、置いておく。やばいな、もう HP が半分だぞ。さあどっちから来る。必ず一番遠いところから来るとは限らないから。やばい、リロードしてる場合じゃない。 OK、 まだ生きてた。来てる、やばい、守れるか、守れるか。外してばっかりいる。難しすぎるんですが、もう一回できるかな。今
右側まで行ってたから、多分あれ修理、2箇所、左1箇所、右1箇所で修理終わったらクリアなんだと思う。じゃあちょっとさっきのところまでもう一回できるかちょっと確認しよう。で、できればあそこまでカットしたいと思います。あ、できるね。OK。はい、左側終わりました。すでに HP 半分で、さっきと同じ状況なんだけど、こっからきっと外さずに行けばなんとかなるって思う。いいぞ、一人。走ってるのは無理っぽいから。上がってきた。こっちを優先しよう。なんで？ちょっと待って。ちょっと待って。あえて死んだ方がいいのか。なんでセーブしてるんですか。終わっちゃった。もう一回し、もう。よし。今回は HP をかなり残しているぞ。で、登ってきた時の対処法なんですが、基本的に撃たずに、あえて殺されて、そして、下を護衛することを優先します。大丈夫、大丈夫。ダメなのか。どうすればいいんだ。難しくないこれ。さあ、今度こそやるぞ。思いのほかスナイパーが連射できるから、もっと連射をバンバンやっていきます。ただ連射すると弾が切れるゆえ、回復を使いつつ、よし、いいぞ。当たれ。頼む。死なないで。倒した。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いけた。やっぱり右側終わったらクリアなんだね。やっといけたよ。スナイパー強化してもらったけど、あんまり強くないな。この難易度だと、それだけ？では行きますか。北方。カプリノではなく、ラットロットで、チューンをしよう。サスペンション、タイヤ、ロケットランチャーついてるね。これだとミニガンが、なくなっちゃうのかな。よし、いざ北方へ。で、もう一個のやつはどうしよう。帰り道についでにできるかな。あのアジトってどの辺だっけね。ウェイランドなんとかちょっとカード確認します。あ、しばらくはカードはなさそうだな。じゃあ行きますか、北方。あ、ここあるぞ。ナイス、きっとできる。よし、覚えとかないとね。あ、行き止まりだ。ここジャンプするためだけに存在するところなのか。あー、OK。よし。あ、いいね。強懸賞金。あ、ここにもある。よし、ついでにこれを壊す。もったいない、ロケットもったいない。
なんだあれ。え？なんだあれは。ロックオンできませんでしたね。よし行こう。なんかあれですね、せっかく強い車を手に入れたのに乗っていない。強い、ミニガンより全然強い。でどの道だ、下の道かな。ここはレースで通ったことがある。あれどうやって通るんだろう。これジャンプでいけるかな。いけなそうだな。どちらかっつったら上から降りてぶつかる感じだよね。試してみようか。無理だ。やっぱ降りてくるときにぶつかる感じだ。で、あそこにも1台ある。あそこはわかるぞ。多分こっから。こっからブーンってするんだ。見えないから、あ、外した。やばい、壊れそう。この落下ダメージが結構痛い。どの辺だろう。上から見えないから、真ん中あたり走ってたら当たるっぽい。よし。この辺かな。あ、見える見える。よーし、信頼の跳躍。ハードウェアパック、あれ壊すと手に入るアイテム。あ、わかったぞ、ここだ。え、いや違うな、こんなに跳躍しないもんな。ここ坂になってるとはいえ、もう一回試してみよう。いや違うね、上から降りてくるんだ。よし、この道を、この擦れる音リアルだな。この辺、あ、もっと勢いが必要だった。いけー、なんか全然目的地にたどり着けないんだが。よいしょ。やった、ハイウェイホップ。よし、これでやっと先へ進める。この朽ちた感じの文明がいいですね。あー、いい景色じゃ。アーボで、あ、これはどっからジャンプするんだ。あそこに見えましたね。よし、ここが目的地か。こっからジャンプかな。こっからジャンプだな。角度が大事みたい。いけるかな。いけー、飛びすぎた。思ったよりも飛ぶ。飛んだらターボをやめよう。この辺からでもいいかも。あ、今度は届かない。え、難しくない？やばい、車がボロボロになっていく。よいしょ。当たった。ディティケーション。ディティケーションってどういう意味だ。よし、到着です。何しに来た。物資を渡しに来たのか。あ、聞くところだった。こんにちは。この物資がどうしても必要だったんだ。ほう、クリアだ。またあそこに戻るなら気をつけろよ。あの辺は盗賊どもがうようよしてる。ここは町なのか集落。中には入れないのかな。あ、奉仕。へえ、謎の、入りたいけど、どっから入るんだろう。そもそも何のクエストだっけ。
北の監視塔か。ってことは誰か住んでるわけではなさそうだね。じゃあクレーター行こう。クレーターで採掘、盗賊が採掘してるからそのサンプルを取ってこいっていうやつですね。行こう。よし、やっぱ小回り効くなぁ。さっき来たとこ戻っていく。ハイウェイってなんでこんな気持ちいいんだろうね。いやー、いい景色じゃ。敵がいる。ロックオンしたら撃つ。なかなか当たらんぞ。全部倒したらご褒美もらえるかな。強いロケット一発で大破するのにあえて2発発射される。強すぎる。何ももらえなかったや。後でバーに行ってちょっと報酬もらってこよう。あ、このトンネルの感じ好き。よし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 。あ、なんかフェルトライトクレーター、なんか急にすごい世界観変わってきた。ドーン。さよなら。よし、報酬がもらえないから倒さない方がいいかもな。ここだね。ドーン。オッケー。ピストルが一番。久々にガッカラクタ拾いができるね。シチュー鍋。よし、ここを調べればいいんだね。うっ、ちょっと下がってスティックを装備して。2発。ミュータント相手にした後だからなんかやばく感じるあれ、引っかかった。まだいる。あ、生きてた。全然やばくなかった。やばい、回復して。足引きずってでも接近戦に持ち込む気か。よし、生成装置を起動させろ。了解で。ウィングスティック30個あるからね。この中には入れないんだな。これじゃなくてこれ。 OK。 ウィーン。採掘して生成してるんだ。ここが開くのかな。お、開いた。サンプル。こんな人のものを持ってっていいのだろうか。盗賊とはいえ届けるか。避けられたな。当たったけど血が出た感じしたけど避けられた。よし、帰りますか。ここ他に何かないのかな。入れそうですね。暗いけど、あ、なんかある。カードだ。ちょっと待ってよ。シュラウドミニガン。あ、これだね。これがサンプル回収で行くクレーター採掘施設入り口前の青いコンテナの中。シュラウドミニガンってことは他のもう一、大丈夫、混乱しないで。実はこれより前にもいくつかあって、何個か飛ばしで今の取ったんだけど、クエストを受ければそこに行くらしい。だから大丈夫っぽい。いずれやるクエストで他のやつは取れるから、せっかくだからぐるって回っていこう。よし、
くる。何かあるかもしれない。何にもなかったや。ここはそれだけの場所なのかな。シュー、敵が来たけど無視していこう。よし、トンネル好き。これだけの景色でこの滑らかさを Xbox で実現する技術力はすごいな。確かによく見たらその簡易化されてるところはあるんですけど、でもこれで十分だと思う。あ、これは危険だ。よし、カードを取ったのを録画してるから後で確認するときもこれで見直せば大丈夫。よし、あとは報告だ。結局強い乗り物はなくてもいけたね。ロケットさえつけてればよかったな。バッシュ TV 苦しんだからあまりの難易度の高さにあれやらなくてもよかったんじゃないかって思ったり思わなかったり。修理しよう。70K。 町の拡張政策の継続が決定した。拡張政策、市長。よし、よくやった。あんたに頼んで正解だったよ。うん、あの盗賊どもの考えてた悪巧みのいい証拠になる。持ち帰ったものが200ドル。いいね。危険なものには違いない。だからそれが何なのか、どう扱うべきかをある人物に聞いてきてほしい。全部私頼みじゃないか。クバシル老人は一人で隠居してはいるが、知識の宝庫だ。サンプルを届けるんだ。彼が北に住んでる老人、すぐに盗賊どもの狙いがわかるはずだ。クバシル、オッケー。クバシルにはあんたの訪問を伝えておくよ。突然の訪問者を歓迎するような男ではないからな。保安官、よし。ごめんください、届けてきた。ご苦労だったな。塔にいる部下から感謝の言葉が届いてるぞ。うん、こいつは礼だ、取っておけ。175ドル、結構もらえるね。ボムカーを見たはずだ。あれ、あ、見た。シュラウド族という小賢しい盗賊が作ったものだが、あれがある限り谷に安全は訪れない。確かに、なんとかしてるんだな。お前には奴らのアジトに乗り込んでボムカーの部品置き場を見つけ、あ、設計図すべて吹っ飛ばしてもらいたい。俺の部下がボムカーの設計図を見つけた。そいつを作れば中に入るのに使えるはずだ。引き受けてくれるか。あ、これか。このクエストでカードが手に入るんですけど、あのリストではさっき取ったカードよりも上にあったから、何かやり逃してしまったんじゃないかって思ってしまったけど。爆弾を作って奴らを吹っ飛ばして。オッケー。もう作れるのかな。ボムカー、 RC ボムカー作ってみようか。12歳が考えついた最高傑作。組み立て。そんな危険な材料を扱わせて大丈夫なのか。 OK、 シュラウドハンガーでは最後にレースを1個やって終わりましょう。あ、サイコロも振っときたいな。どうしよう、サイコロ振りたい欲がすごい。これの最初に全部引いた時の快感が忘れられない。期待させたな。よし。ああ、よし、満足じゃ。じゃあレースしてこよう。何ができますか。参加できるレースをチェックしておけ。ビギナーズラックの最後、
ロケットレース。オッケー。頑張りまーす。これで一つタイトルが全部取れたって感じかな。いやー、なんかスナイパーのやつできて、ちょっと達成感がありますね。ダスティエイト。ロケットってことは、一瞬で吹き飛ぶから、えらいことになるんじゃない？おー、小回りがめっちゃくちゃ効くな。これ撃たなくても勝てるんじゃない？で、ここ絶対一番右。よし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 。圧倒的な、やばい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 。圧倒的差をつけて武器なくても勝てるってところを見せてやる。小回り効きすぎって楽しい。よし。もうブースターないのか。あー、早い。ここは絶対右。やばい。今のはアクセル踏んじゃいけないところだ。よし。確か地雷が置けるよね。引っかかったな。やばいぞ。やばい、前を見ていなかった。やばいね。撃たれてる気がする。うおー、マイン。クリアか。よーし。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様です。